キッズゲームス、やっほー、チャンネル登録してね、いいねボタンもポチッと。今日は新しくできた保育園に遊びに来たよ。今閉じ込められちゃってるけどね。どうして？あそこにいるスマイリー先生に捕まっちゃったんだ。こうなったら脱出するしかないね。名探偵クモリンの出番だね。頼りにしてるよ。任せて。あそこから出られそうだよ。クモリンナイス。スマイリー先生バイバーイ。保育園から脱出できるようにいいねで応援してね。丸い上野、丸い上野に行こう。丸いでイベントやっちゃうよ。全然出口じゃない。ここ本当に保育園なの？しかも変な色の水も流れてるよ。ここは細いからゆっくりね。落ちないようにそっと。よし、危ない。落とし穴だ。この保育園絶対変だよ。きっと秘密が隠されてるはずだよ。僕たちで秘密を暴いちゃおう。そうだね、頼りにしてるよ。任せて。避けて避けて。やった。あれ、出口が塞がってる。これじゃ先に進めないよ。どこかに出口を開ける鍵とかないかな。きっとこの部屋にスイッチがあるはずだよ。ほら、思った通りだ。右と左に一個ずつスイッチがあるよ。さすが名探偵。今日の僕は冴えてるから、このぐらいの謎は朝飯前だよ。この調子で頼んだよ。開いた。これで先に進めるね。どんどん行くぞ。あ、スマイリー先生だ。ここって僕たちが閉じ込められてた部屋じゃない？本当だ。もしかして僕たちが逃げてることまだ気づいてない？さすがにそれはないでしょう。先生バイバーイ。何の音？うわー、キッチン出るよ。ちょっと動きづらいから離れて。重いよ。追いつかれちゃうよ。ダメだ、逃げ切れた。危機一髪だったね。今度は赤い液体。思いっきりジャンプしないと。待って、ジャンプじゃ絶対に届かないよ。このパイプで橋を作ってみよう。ま、僕もそのつもりだったもんね。ジャンプしようとしてたでしょ。なんかすごいところに来ちゃった。この回転してるとこを進まなきゃいけないのか。うわ、鉄球まであるの？セーフ。次は鉄球ないよ。でもまだまだ先は長いね。僕に任せといてよ。わあ、いけた。クモリンすごい。僕もう限界。大丈夫？お腹が空いて力が出ない。そっちかい。僕にバナナを。バナナは確かここに。あった、これ食べて。やった、ありがとう。サンサン、もも、もも、もも、食べたら力が湧いてきた。名探偵クモリン復活だね。ほー、簡単簡単、どんどんいっちゃう。赤ちゃん多すぎない？うわー、一気に来るよ。重くて避けられなくなっちゃう。ずっとジャンプしながら移動するのはどう？やってみる。ジャンプジャンプジャンプ。こっち側に赤ちゃん全然いないよ。このチャンス絶対に逃さない。ジャンプジャンプ。あれ、先生がいなくなった。見て、道が出てきてるよ。よくわかんないけど、ラッキー。これで脱出成功だ。って、まだあるの？次は黒い液体だ。しかも奥には鉄球たくさんあるよ。床が動いてるからタイミング気をつけてね。あやいさん、ほいほいほい。よし、今こそ名推理を披露する時だ。何かわかったの？まあまあ見ててよ。よし、行くぞ。えー、おりゃあ、嘘でしょ。一発で。なんでできたの？それはね、気合だよ。あれって、スマイリー先生まだ追いかけてきてたんだね。バレてないうちに逃げよう。バレた、急いで。先生足早すぎるよ。僕たちも最後の力を振り絞ろう。こっちには来れないみたいだね。今度こそ脱出だ。それにしても怖い保育園だったね。ほっとしたらお腹空いてきた。チャンス。
うだ。このままお家まで飛んでいく。クモリン退院おめでとう。ありがとう。元気になって安心したわ。もう完全復活だよ。まさかバナナの食べ過ぎでお腹痛くなって入院するなんてね。聞いた時びっくりしたよ。いやさすがに100本は食べ過ぎたよ。それじゃあお家に帰りましょう。帰ったら退院祝いのパーティーしようね。パーティー楽しみ。あれ何これ。僕が入院してる時はこんなのなかったよ。なんか怪しいわ。早くこの病院から出ましょう。とにかく落ちないように気をつけて。アスレチックはよゆゆゆ。僕たちが無事に帰れるようにいいねを押してね。ここは一体何の場所なんだろう。骨のアスレチック。少し不気味ね。よくこんな病院に入院してたね。うわあ、よく見たら巨大骸骨だよ。巨人の骨かな。こんな大きい人がいたら大変よ。僕ももっと大きくなりたいな。いっぱい食べていっぱい寝たら大きくなれるわよ。バナナいっぱい食べればいいのか。そのせいで入院したんでしょ。あれ、これ以上先に進めないよ。思いっきりジャンプしてみよう。わー、これが病院の地下。熱っ、なんでマグマがあるの。やっぱりこの病院おかしいわね。これもマグマで溶けちゃったのかな。落ちたら僕たちも骨だけになっちゃうの。慎重に進んでいくのよ。うー、かわいい。はあ、怖かった。早く上に上がらなきゃ。次は何だろう。ただの道じゃん。わー、早い早い。くもりーんダッシュ。イエッフー。あ、巨人だ。本当にいたよ。ちょっと待って、これ僕の病室にもあったやつだ。このままじゃこの人切られちゃうよ。足と腕が固定されてここから動けないのよ。誰がこんなひどいことをしたの。きっと悪いお医者さんがどこかにいるんだよ。今までいっぱい骨があったのも納得ね。巨人さん、僕たちと一緒に逃げよう。今何が起きたの。巨人さんの口の中に落ちてしまったみたいよ。僕たちどうなっちゃうの。とりあえず進んでみましょう。ここはどこだろう。体のどの部分か全然わからないね。さっきドーナツとか食べ物がいっぱい見えた気がするんだよね。おそらくさっきのは食堂ね。食堂？食べたものが通る道のことよ。だから食べ物がいっぱいあったんだね。何あれ？なんか風船みたいだね。これは心臓ね。聞いたことある。でも心臓って何のためにあるの？心臓はね、体中に血液を送るためにあるのよ。心臓がないとダメなの？人間はね、血液がないと生きていけないの。車で例えるとエンジンが心臓でガソリンが血液よ。なるほど、心臓はとっても大事なんだね。なんかアミナクジみたいなとこに来たよ。きっとどれか一つだけ通れるのね。これ適当に選んじゃダメだよ。だっていけると思ったんだもん。二択は間違えないでね。任せて。ちょっとクモリン、ごめんごめん。見た目はどれも同じね。これじゃない気がする。これだ。お、当たった。次も当てちゃうよ。なんでわかったの。勝ったよ。寛解、クモリン天才です。また骨だ。ほんと大きいね。上まで全部骨だよ。これを登っていってみましょう。行くぞ。到着。うわー、なにここ。この青いのと赤いのは全部血管よ。血管って血液が通ってる場所だよね。そうよ、心臓から体中に出ているの。うん、なんか臭い。わ、臭い。これってトイレ。そう、みたいね。じゃあさっきの茶色いところってもしかして。うんちだね。これはパーティーの前にお風呂に入らなきゃね。この地下道から地上に出れる場所を探しましょう。ここもすごい臭い。だ
ってトイレの水が流れてるところだもん。そうだ、空気が美味しいわね。病院に来ただけなのにこんな目に遭うなんて思わなかったよ。僕もこんな危険な病院に入院してたなんて思わなかった。本当にそうね。でも元気になってくれてよかったわ。もう元気いっぱい。早く帰ってパーティーしよう。楽しみだね。バナナ1000本食べるぞ。またお腹痛くなっちゃうよ。そうだ、せっかく退院したのに。赤ちゃんのお世話頑張るぞ。すごい可愛いお部屋だね。大きいおもちゃ箱の中みたい。他のお部屋も見てみようよ。二人とも僕たちが遊んでどうするの。そうだった、今日は赤ちゃんのお世話をしに来たんだった。ここから行けそうだよ。プリルナイス。わー、巨大色鉛筆だ。ここはジャンプしてかわしていこう。赤ちゃん用の色鉛筆にしては大きすぎるよね。あ、かっこいい。あ、ちょっと、おもちゃの兵隊さんたちもかわいい。ここは積み木を使って上に行けそうだよ。ジャンプ。積み木も一個が大きいね。あ、ここにも兵隊さんがいるよ。お疲れ様です。見て見て、飛行機ある。カラフルでかわいいね。このおもちゃ欲しい。お部屋にあったら最高だね。少し揺れるから怖いかも。落ちないように進もう。行くぞ。ナイスジャンプ。隠し通路発見。奥に何かありそうだね。あー、迷路になってるよ。どっち進めばいいの。あ、戻ってきちゃった。これは完全に迷子だね。次はさっき行かなかった方に行ってみよう。見て、何か発見。危ない匂いがプンプンするね。もう絶対こっちな気がする。わあ、すごい数の罠があるよ。全部避けていかなくちゃ。抜けた。ナイス。ああ、二人とも上。もしかして赤ちゃん。手が僕たちより大きいよ。なんかクリームパンみたい。一体どうなってるんだろう。クリームパン、クリーム。クモリンしっかり。お腹空きすぎてぼーっとしてた。赤いトゲトゲが危なそうだよ。こんなの余裕。は、さっきの巨大赤ちゃんだよ。ぐっすり寝てるね。起こさないように行かなきゃ。すごいいびきかいてる。ちょっと起きちゃうよ。こんなにぐっすりなら大丈夫でしょう。おー、起きちゃったじゃん。泣かせちゃってごめんね。静かにね。そーっとそーっと。なんか僕も眠たくなってきた。あ、クモリン。ごめん、あんなに気持ちよさそうに寝てるから眠気がうつっちゃったよ。これは赤ちゃんよりお世話が大変かもね。僕はバナナさえあれば大丈夫だよ。でも色がちょっと変じゃない。確かに変な水が流れてるね。大丈夫だよ、ハンバーガーとか綺麗じゃん。ちょっと落ち着いて。これ食べたらお腹壊しそうだよ。クッキーいただきます。坂になってるから食べづらいよ。こんなの食べるのクモリンだけだよ。え、赤ちゃん、何が起きたの。赤ちゃんに食べられちゃったみたいだよ。僕たちのこと食べ物と間違えちゃったってこと？見て、さっきのクッキー。本当だ、こんなにいっぱい。クッキーしか食べてないじゃん。クモリンがクッキー食べてた時一緒に食べちゃったんだね。赤いとこは踏まないでね。任せて。これなんだろう。ちょっと怖いね。いろんな色の骨があってかわいい。かわいい。何それ楽しそう。これも触っちゃダメみたいだね。今度はトマトみたいなものがあるよ。トマトではないと思うけど。トマトじゃなかったら何なんだろう。ちょっと不気味だね。うざーい。息止めなきゃ。これた。
さかお尻から出てくるとはね。僕たちウニ。それ以上は言わないで。かわいい。かわいいおもちゃがいっぱいだよ。子供部屋みたいだね。遊ぼう遊ぼう。いいね。二人とも遊んでる暇なんてないよ。早く行くよ。わーい。くもりんダッシュ。早い早い。ジャンプ。いけいけ。天体さんお疲れ様です。どっちだ。ここは右だね。ジャンプ。あ、出口だ。外に出れた。くもりんの頑張りのおかげだね。くもりん天才です。なんか毒ガスみたいなのが出てるよ。触らないように慎重に行かなくちゃね。なんか赤ちゃんのお世話しに来ただけなのにひどい目にあったね。ほんとだよ。赤ちゃんもおもちゃもお菓子も全部大きかったし。赤ちゃんって言っていいかわかんないよね。あ、これで脱出だ。今回も何度か切り抜けたね。それにしても赤ちゃんのお世話って大変なんだね。くもりんのお世話もね。そうだ、僕は赤ちゃんじゃない。
ここに？スクボ？よくわかんないけど、気づいたら捕まってたの。あの臭いおデブ警察から逃げてきたの。すごいおならだったわよね。確かその匂いで気を失ってたのよ。もうそれはおならのレベルを超えてるよ。また大きい扇風機だ。この風に乗って、早いからジャンプするタイミングには気をつけてね。到着。その調子よ。今度は下からの風だ。お空飛びそう。これ楽しい。うまく風に乗れたわね。ここはどこだろう。誰かいる。コックさんの格好をしてるわね。うざい。あのコックさんもおならするの。早くここから逃げましょう。これでコックさんと戦うわよ。おー、撃て撃て。しっかり狙いを定めるのよ。痛い。このコックさん強いね。くらい。よく頑張ったわ。やったクモリン、すごい。クモリン天才でーす。また扇風機。これ大好き。わーい。避けて。赤いの何？多分レーザーよ。当たったら落ちちゃうかも。危ないところだったね。最後まで気を緩めちゃダメよ。なんで？ジャンプしても届かないよ。これ見て。なるほどね。きっと板を探してそれを使うのよ。この上にありそう。あった。これで橋を作りましょう。この調子で残りも運ぶわよ。終わった。外だ。え、なにやり。巨大ロボ。これは予想外ね。とにかく倒すしかないわ。うわー、どうすればいいの。避けながら両腕に攻撃するのよ。こんなの絶対勝てないよ。強すぎる。大丈夫よ。落ち着いて片腕ずつ壊すの。巨大ロボの攻撃はどうすればいいの。タイミングよくジャンプすれば当たらないわ。いい感じ。これで逃げましょう。脱出成功だ。やった。二人ともよく頑張ったわ。もうお腹ペコペコないよ。バナナ100本食べに行くぞ。そんな食べれないでしょ。そうだ、バナナ。なーい。母さん起きて、大変だよ。僕まだ眠いよ。連れ去られちゃった。サンタさんお独り占めってこと。靴下にも入ってない。こうなったらサンタさんを助けに行こう。そうだね。僕たちでクリスマスを取り戻そう。クリスマスを楽しみにしてるお友達はいいね押してね。あ、これってきっと誰かにあげるプレゼントを犯人が落としていったんだよ。それなら届けてあげなきゃ。やるぞやるぞやるぞ。雪だるまが動いてるよ。クリスマスの魔法にかかってるのかな。これじゃあ公園まで行けないよ。うまくかわしながら進もう。一気に行くぞ。その雪だるま動き方違うよ。最後は注意しなきゃね。もう当たんないよ。乗っちゃダメだって。雪はふわふわだから安全だね。橋の下に行くんだって。あの雪の上めがけて着地してね。ゾーイセーフ。クモリンナイス。この先にきっとサンタさんがいるはず。絶
落ちないでね。凍っちゃうよ。大丈夫大丈夫。よし行けた。え、全然サンタさんじゃないじゃん。ペンギンがスケートしてる。僕たちも一緒にスケートしよう。スケートシューズ履いてないから難しいね。ペンギンさんたち滑るの上手。ぶつかる。いたたたた。もっと周り見て滑らないと。はいはい、滑るの上手になったかも。楽しい。くもりん、目的忘れてない？あれ、なんでこんなとこにいるんだっけ。サンタさんを探しに行くんでしょ。そうだった。もうしっかりしてよね。何か見えてきたよ。魔法のポータル？よくわかんないけど面白そう。うわー、何ここ。これが魔法の世界。もしかしたらここにサンタさんが。とにかく探してみよう。おー、いないな。それにしてもすごい数のドアだね。いろんなドアを開けていけばそのうち見つかるかも。アリ、気をつけて。透明だけど道になってるよ。本当だ、わかりづらいな。よし、次次。いい匂い。キャンディーだらけだ。僕たちより大きいね。さすが魔法の世界。キャンディーは美味しいけどパンタさん全然いないな。そうだねって、何食べてるの。あれ、急に場所変わった。魔法の世界から出てきちゃったみたいだね。うわー、目が回る。クモリン、誰か止めて。このままじゃ川に。あー、飛んだ。の仕事場？サンタさんに会えるの？この上に鍵があるみたい。なんでこんな高いとこに。きっと犯人が隠したんだね。仕事場に閉じ込められてるのかな。だからプレゼント持ってこれなかったんだ。きっとそうだよ。これで仕事場に入れるね。サンタさん待ってて。お邪魔します。ここが仕事場？普通のお家みたいだね。なんかワクワクする。探検してみようよ。サンタさん助けるの忘れないでね。わかってるって。うわ、こんなカラフルなのにビリビリした。こんな引っ掛けずるいよ。もっと注意して進まなきゃ。すごい、ここでプレゼントを作ってるんだ。僕たちのプレゼントもここに。うわ、気をつけて。僕たちがプレゼントになっちゃうよ。箱開けて僕が入ってたらラッキーだね。クモリンが世界中に配られたら大変だね。よし、どんどん行くよ。待てだ。これ難しい。タイミングが重要だね。いけた、もう一個も。クモリン、ナイス。プレゼントがいっぱいだ。完成したのが出てくるんだって聞いてるよ。危ない危ない、丁寧にだよ。すごい、プレゼントでいっぱいだ。これ全部サンタさんが用意してくれたのかな。じゃあサンタさんは無事ってことかな。連れて行かれてたわけじゃなかったのか。どれが僕たちのプレゼントだろうに。楽しみだな。クモリン、クモリン、クモリン、起きて。ん？何？今日はクリスマスだよ。あ、サンタさん連れ去られてない？何言ってるの。下にプレゼント来てるよ。本当に、やったー。サンタさん来てくれたんだ。サンタさんが来ない夢でも見てたの。夢？そっか、さっきのは夢だったんだね。これで安心してお願いしたバナナ一生分を食べられる。いや、頼みすぎでしょ。そうだ、だってクリスマスだもん。サンサンキッズゲーム。